ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、10月度におけるですね、最直近の日本国内の電気自動車の販売動向が判明したと。特にですね、まあ国産の電気自動車に関してはですね、販売台数をむしろ落とすというですね、まあこの EV シフトの流れの中でですね、むしろ逆転現象が起きてしまっていると。まあ特にですね、2024年以降、まあどのような EV に注目するべきなのか、どのようなね電気自動車メーカーに注目するべきなのかも含めてですね、まあこの最直近の日本国内の EV シフト動向についてを解説していきたいと思います。まずですね、この日本市場における最直近10月度ですね、バッテリー EV 及びプラグインハイブリッド車の販売台数の合計になりますが、ズバリ1万781台と、前年同月と比較してもですね、倍近い成長を達成したと。ところがですね、この昨年である2022年10月というのはですね、まあ、EV 販売が急減してしまっていた月であると。補助金がですね、10月中に枯渇する可能性が存在していたと。まあ、このようなことになりますので、一時的にですね、まあ、10月中の販売をまあずらしていたと、まあ、このような背景が存在すると。まあ、実際問題としてですね、この直近の3ヶ月については2022年と比較してもですね、月間販売台数、 EV 販売台数が伸び悩んでいることが見て取れるわけです。またですね、これ新車販売全体に占める電気自動車の販売比率、ズバリですね 3.22% と、まあ、2023年に突入してからですね、最低水準を記録していると。まあ、すでに2022年3月の段階で 3.3% という電動化率達成していたことからですね、まあ、日本国内では1年半が経過している状況でもですね、 EV の車率が全く伸びていないと、まあ、このような状況がね、これ見て取れると思います。さらにですね、このグラフはバッテリー EV に絞った販売台数の編成になります。このグラフで注目するべきは軽自動車セグメントのバッテリー EV と、まあ、それ以外の普通車セグメントのバッテリー EV との割合になります。特に日産サグラの販売がスタートしてから概ね半分程度がですね、軽自動車セグメントの EV であることが見て取れるわけです。よってですね、バッテリー EV のシェア率もね、直近の10月については 2% 未満と、まあ、この1年半ほどですね、やっぱ伸び悩んでいることが見て取れるわけです。さらにですね、これ興味深いのが、軽自動車セグメントとともにですね、輸入 EV と国産 EV、 これ分けてみるとですね、まあ、この通り白で示された輸入 EV は月間2000台程度と、まあ、着実にですね、成長していると。まあ、これに対してですね、ピンクで示された国産 EV は直近の10月だと、まあ、1400台程度と、販売台数が伸びていないことが見て取れると。いずれにしてもですね、日本国内で販売が伸びているのはあくまでもね、軽自動車セグメントの EV および輸入 EV であると。逆に国産メーカーの EV はね、まあ、むしろ販売規模が縮小してしまっていることさえ見て取れると思います。ちなみにですが、この日本国内のね、バッテリー EV のシェア率が世界で比較してどれほどであるのかを確認していきたいと思いますが、まずね、先進諸国と比較してみると、10月度はね、イギリスが 15.6%、 ドイツが 17.1% と、まあ、大きな差がついていると。まあ、中国市場についてはね、10月度はまだ判明していませんが、9月は 25% 弱でした。まあ、日本とはね、これ雲泥の差がついていることが見て取れると思います。さらにね、これ先進国だけではなく、新興国であるタイ市場とも比較してみるとね、すでにタイ市場に関しては 10% のシェア率を突破していると。まあ、このようなことからですね、まあ、日本の 5.5 倍以上の普及率であると、まあ、このように捉えてみるとですね、日本が異様なですね、これシェア率の低さであることもね、これで見て取れると思います。はい、それではですね、まあ、この日本国内でですね、まあ、どのような電気自動車が人気であるのか、その内訳をね、見ていきたいと思います。はい、まずですね、これぶっちぎりのトップについてはね、やっぱり日産サクラと、すでに2023年の10ヶ月間で3万台オーバーという販売台数を達成できていると。第2位である日産リーフ、未だに9000台を突破した程度ですから、まあ、日産サクラがね、これトリプルスコアを達成しているという状況が見て取れると思います。またですね、これテスラを除いた輸入 EV の合計販売台数、すでに 1.3 万台を突破していると。テスラは現時点でですね、まあ、4000台強程度ですから、まあ、実はですね、これテスラ以外の輸入 EV がね、まあ、テスラの3倍以上売れていると、まあ、このようにイメージしてみるとですね、世界的にはね、これテスラかそれ以外か、まあ、こんなようなね、これ売れ行き、まあ、そういう動向ですけれども、日本国内に限って言えばね、テスラ以外の EV である、まあ、BMW とかメルセデス、ボルボなどの EV
EV たちの方がね売れていると、まあこのようなこともねこっから見て取れると思います。そしてですね、そのテスラの国内販売台数の動向を見ていきたいと思いますが、10月はねおよそ330台と、まあ、まずまずの数値であったと。他方でですね、これ前同月においてはおよそ570台という販売台数を達成していたわけですから、まあ前年ほどの勢いがないこともねこれで判明していると。特にですね、2022年第4四半期については2400台以上の販売台数を達成していると、まあ、前年と同レベルのですね四半期販売台数を達成するためには少なくともね11月と12ヶ月2ヶ月連続で1000台以上販売する必要性に迫られていると。なんといってもですね、2020年以降の年ごとの累計販売台数の変遷、こちら比較したグラフになりますが、10月の段階でね2022年と2023年シーズンの販売台数はまあ大して変わらないことが見て取れると。他方でですね、これテスラグローバル全体でね2022年と2023年を比較するとですね、まあ概ね4割ほど販売台数を伸ばすことに成功していると。まあこのようなことからですね、まあテスラについてはね世界と比較して日本国内ではね販売台数を全く伸ばすことができていないと苦戦していることが見て取れると思います。ちなみにですね、その販売台数の苦戦にもかかわらず、独自の充電ネットワークであるスーパーチャージャーの設置速度はさらに加速していると。2023年11月上旬の段階で95箇所のスーパーチャージャーステーションを稼働中です。中でもですね、既に設置したスーパーチャージャーのストール数の変遷、こちら見ていただければですね、まあ、2022年末以降ですね、設置スピードが加速していることが見て取れると。まあ、販売台数は大して伸びていない、先ほどの説明した通りですが、それを踏まえるとですね、やはり先行投資的に充電インフラを先に拡充させようとしているというね、まあ、テスラの充電インフラに対する考え方がね、このグラフからも見て取れるんじゃないかと思います。またですね、こちらのグラフが主要な電気商社メーカーのですね月間販売台数を示したものになります。特に気になるのがね、韓国ヒョンデの販売台数、実に84台ですね。2023年に突入して最も販売台数を伸ばすことに成功している、まあ、この点になります。これはですね、 IONIQ5 が2023年モデルへのモデルチェンジを得たことによるですね、まあ、まとまった販売台数を達成した可能性が存在すると。さらにですね、これヒョンデについてはね、この11月中にも IONIQ5 よりもさらに安価なコンパクト SUV コナの販売をスタートしたと、まあ、よってですね IONIQ5 のモデルチェンジバージョンも含めてね、どれほどこの年末にかけてですね販売台数を増やせるのかと、2023年度末までの販売台数にはですね、まあ、一定程度を期待することができるんじゃないかと思います。他方でですね、これ日産アリアの販売台数が減少している、この点もね見逃せないと思います。10月は258台と2023年2月以来の販売落ち込みを記録してしまったと。まあ、これまではですね月間1000台程度というかなりの規模感で販売することができていたわけですから、日本国内の販売台数がね完全に落ち着いてしまっていることを、まあ、示すんじゃないかと。他方でですね、これアリアのグローバル全体の販売台数確認してみるとね、既に数値が判明している最新の9月ですけれども、史上最高の販売台数を更新していると。まあ、むしろですね、問題は未だにグローバルの需要に対応できていない生産体制の方にあるんじゃないか、こんなようなねこれ推測が成り立つと思います。果たしていつになったらですね、グローバル全体の需要を賄うだけの供給体制を確立して、日本国内の販売をねこれ再開させることができるようになるのかと。まあ、既にですねバッテリーの主要原材料であるリチウムのコスト大幅に下がっている、まあ、この状況を踏まえるとですね、まあ、アリアはですね当初恐れていた値上げを行わずにですねこれ販売を再開できる可能性が出てきているわけです。むしろですね、これトヨタ BZ4X のようにですねオプション設定をある程度削ぎ落としたねエントリーグレードを追加設定してですね、まあ、エントリー価格を現状の539万円からですねさらに引き下げてくる可能性すら存在していると。まあ、この点についてはねちょっと期待できるのかなと思います。ちなみにですが、そのアリアの競合であるトヨタ BZ4X になりますが、最新のデータが判明している9月号についてはねたったの23台と、まあ、販売再開後最低の販売台数を記録してしまったと。こちらはですね、まあ、モデルチェンジを得てですねカーリースだけではなくて一般の売り切り販売もスタートさせたことからですね、まあ、果たしてですねこの11月以降ね BZ4X に対してどれだけの需要が存在するのかがねこの年度末の販売台数で見えてくるわけです。まあ、特にアリアとガチンコの値段設定になりますから、まあ、個人的にはですねこれ月間で1000台程度の販売台数を達成できるのかがですねこの BZ4X の成功を占う上でですね、まあ、最低限必要になってくる数値なのかなと思ってます。まあ、BZ4X はただ単にですねカーリースだったから売れていなかっただけなのか、まあ、それともですねやはりコストに見合う
らないから売り切り販売でも売れないのか、まあ、この点についてはね、今後の日本国内のトヨタの EV 販売戦略、まあ、この観点でもですね非常に注目していきたいかなと思います。最後にですね、これ中国 BYD の10月の販売です。ズバリ134台と、まあ、2ヶ月連続で100台オーバーというですね、まあ、史上初めての回帰を達成したと。特に11月以降についてはね、9月から販売をスタートさせているドルフィンの販売率がこれ増加してくる見込みです。まあ、それを踏まえるとですね、この11月以降ね、 BYD がどれほどの販売数を達成してくるのかと、特に史上最高のですね、まあ、月間200台オーバー、まあ、このようなね記録にも期待していきたいかなと思います。仮にですね、月間200台オーバーとなってくるとね、いよいよトヨタの国内 EV 販売台数と、まあ、同等レベルになってくると。まあ、このようなこともありますから、日本国内におけるね、トヨタと BYD の販売台数の対決動向、まあ、このような観点にもですね注目できるのかなと思います。はい、いずれにしてもですね、まあ、この日本国内のですね最長期である10月度のですね電気自動車の販売動向を、まあ、見ていただければですね、まあ、EV の販売台数自体、まあ、そしてシェア率もね、まあ、全く伸びていないと、まあ、これ停滞期に入っているということが、まあ、見て取れると。中でもですね、国産メーカーの乗用車セグメント、普通車セグメントですよね、これ軽自動車抜いた普通車セグメントに関しては、まあ、むしろですねこれ販売、まあ、シェアが縮小しているというね、この EV シフトとはですね、これ逆転現象が発生してしまっていると。まあ、この点はですね、まあ、正直全く期待できません。なので、国産メーカーに期待する車種としては、なんといっても軽自動車セグメント、特に、トヨタ連合が発売するですね、2023年度末までに発売するとアナウンスしている、商用系 EV、 並びにですね、これホンダが2024年春に発売するとアナウンスしている、N 版の EV バージョンになります。そしてですね、まあ、輸入 EV にも、まあ、期待していきたいわけですよね。特にですね、まあ、BYD のドルフィン、まあ、こちらはね、もうずっとこのチャンネルでは注目しているわけですが、さらにはですね、これ BMW のエントリー EV である、まあ、IX1、並びにですね、まあ、最近発売された IX2、まあ、ここら辺もですね、この、日本国内のね、EV 販売の上昇にですね、これかなり、期待できると思いますし、まあ、さらにはですね、これエントリー EV といえばですね、まあ、ボルボのね、EX30、まあ、このチャンネルもですね、もう実際に試乗して、まあ、チェックしたわけですけども、まあ、こちらのですね EX30 にも非常に注目が集まると。まあ、何にせよですね、まあ、こういうようなですね新型 EV にの投入によってですね、まあ、この11月以降ですね、日本国内どれだけですねこれ EV シェア率、まあ、増加させることができるのかと。まあ、早くですね、特にまあ 5%、まあ、EV のねシェア率 5%、まあ、バッテリー EV で言ったら 3% とかですね、まあ、ちょっとここら辺の数値が見たいなと。まあ、ここら辺にもね、まあ、期待しながら、特にこの年度末ね、EV 販売こう急上昇していきますから、まあ、その動向並びにですね、これ補助金もですね、これ間もなく切れます。来年のまあ1月末から2月の、まあ、中旬頃までに、電気自動車の補助金が切れますから、まあ、そこのねタイミングも含めてですね、 EV 販売動向どうなっていくのか、まあ、来年度のですね、まあ、予算、電気自動車のですね、まあ、予算、どんなようなですね制約がつけられるのか、最大85万円は維持されるのか、それともですね減額されるのか、まあ、このようなですね、補助金の最新動向も含めてですね、この EV 販売動向については継続的にねウォッチしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。